こんにちは、ナオキパークです。今日はこちらの短時間で簡単にできる沢蟹の森、いや沢蟹飼育水槽の立ち上げる様子をご紹介させていただきたいと思います。さすがに5分は言い過ぎたかもしれませんが、10分もあれば完成してしまうような誰にでも簡単にできちゃうレイアウトなんです。今回はそんなレイアウトに使ったものや価格、そしてこのような自然素材についてはどんな場所で採集したのか、そして実はこのカニ暑かった夏から飼育していたのですが、どれくらいの室温の部屋でどのように管理していたのかといった情報も合わせてご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただいて沢蟹飼育の参考としていただければと思います。ちなみにこのチャンネルでは川魚や錦鯉、熱帯魚飼育といったアクアリウムを中心にいろいろな生き物を家庭で魅力的にワイルドに飼育する楽しみをお伝えしつつ、それに必要な飼育設備や飼育方法もご紹介することで、皆様のご自宅でも再現可能となるような情報、そして自然での観察や採集の様子もお見せして、自然や生き物について一緒に勉強していけるような動画を配信しておりますので、ご興味のある方はぜひチャンネル登録をして動画がアップされた時に分かるようにしておいていただけると嬉しいです。ではまずメインとなる沢ガニですが、これは食用として販売されていたスーパーの沢ガニなんです。これについてもこちらの動画でご紹介させていただいておりますので、お値段や入手について気になるという方はよかったらご覧になってみてください。あと沢ガニはお店で買わなくても自然の森などで採集してくることもできるんです。それについてはこちらの動画を参考にしていただければと思います。次に今回使用した容器はこちら、背が低いタイプの大型のプラケースになります。背が低い分通気性も確保しやすくて、お手入れもしやすくて個人的には気に入っております。次は今回使うレイアウト用品などについてのご紹介になります。もともと自宅にあったものも含むのですが、主に隠れ家、シェルターなどになります。最近はホームセンターや大型スーパーなどでも入手できて助かるのですが、そこそこ良いお値段はしますので、数を必要とする場合は少々痛いかもしれません。これに加えてこちらは自然の野山で採集してきた苔付きの木の皮や落ち葉などです。これはタダですので経費を抑えたい方には嬉しい素材かもしれませんが、自然採集である以上クマに襲われるなど危険を伴う恐れもありますので、そこのところは理解した上で自然や生き物についてもちゃんと知った上で十分に注意して行動するようにしてくださいね。ではレイアウトしていく様子をお見せしましょう。まず買ってきた容器は軽く水洗いします。そこに同じく軽く水洗いしたろ過剤として売られている活性炭を入れます。これは別に入れなくても良いのですが、嫌な匂いを吸着してくれたりバクテリアの住処になって水の濁りを抑えてくれたりもしますので、私は入れるようにしております。そして隠れ家ですね。これは自宅にあったものですが、ジェックスさんの亀の島という商品だったと思います。確か1000円前後だったと思います。沢ガニ飼育には陸地が必要になってくるのですが、このような商品は下の部分は隠れ家として使えて上の部分は陸地として使えるので、個人的にはおすすめです。これも隠れ家で参考紹介のポプラハイドケーブという商品の S サイズになります。これも1000円前後だったと思います。このような自然感のあるものも多数販売されておりますので、自分がイメージするレイアウトに合わせて選びながら購入するというのも楽しみの一つになってくるのではないかなと思いますね。これは小さな蚊にしか入ることができないかもしれませんが、ゼックスさんの商品で偽物の苔がついた土管タイプの隠れ家で M サイズになります。これは500円前後だったと思います。そしてこれは近所の森で採集してきた本物の苔付きの木の皮です。ちょっとだけここで自然の森で採集する際の注意点についてお話しさせていただきたいと思います。森と一言で言っても誰でも自由に出入りすることができる森、私有地などで立ち入りが禁止されている森などさまざまな森があります。植物などの採集についても禁止されている場所もあったりしますので、採集前には必ず確認するようにしてくださいね。そしてクマなどに遭遇して襲われる危険や、採集した木の皮などと一緒にシロアリなどの厄介な虫を家に持ち帰ってしまうなどの危険性もありますので、そこは自己責任で十分に注意していただきたいと思います。あと採集できる場所であっても乱獲はいけませんし、私はできるだけ自然に悪影響を与えないように心がけて採集するようにしております。この木の皮も無理やり剥がしたものではなくって、このような自然に剥がれ落ちたものを採集しております。森では鹿やイノシシなどによって剥がされることも多いので、意外とよく目にするんですよね。特に朽木の近くにはよく落ちていたりするので、探す際はそのような場所を探されると良いかと思います。ではレイアウトの話に戻りますが、このようなものは残念ながら先ほどご紹介した人工的に作られたものと違って長く使い続けることはできないのですが、このように偽物の素材と組み合わせて使うことで、その偽物の素材までをも本物っぽく見せる効果があるというか、そんなメリットもあるんですよね。それにこのような木の皮や苔、そしてこの後お見せする落ち葉などはサワガニの餌としても役立ってくれるので、一石二鳥と言いますか、良いレイアウト素材として使うことができるんです。これも全て落ちていたものなんですよ。とまあこれでも十分に自然感のあるレイアウトとして仕上がっているのですが、好みに応じてさらにレイアウト素材を追加したり、掃除する時の手間は増やしてしまいますが、砂利を敷いたりすることでより自然感をアップさせることもできますので、よかったらやってみてください。あとは水を入れるだけです。使う水については他に魚を飼育している水槽などがある場合はその水を使うと良いでしょう。ない場合はカルキ抜きでカルキを抜いた水でも大丈夫です。そして水の量は浅くしても深くしても良いのですが、カニが上がることができる陸地となる場所を作っておく必要があるということと、水質の悪化や水温の上昇には注意してやる必要があるということです。あと水深を浅くする場合は最低でも2センチくらいは入れてやるようにしましょう。これは脱皮をするときに体全体を水につける必要があるからです。逆に水深を深くする場合は酸欠に注意してやる必要があるかと思います。エアレーションをしたり、ろ過器などを設置してろ過効果を得ながら買うというのも良いかと思います。かなり古いのですが、水深が浅くても使用できる小型のろ過フィルターを紹介している動画もありますので、よかったらこちらを参考に設置してみてください。あとはサワガニを入れるだけですね。ちなみにサワガニの複数飼育には共食いや喧嘩といったトラブルがつきものです。そこは自己責任でお願いしたいのですが、空腹状態を避ける工夫をしたり、隠れ家の多い複雑なレイアウトにすることである程度は避けることができるかと思います。カニの種類は違うのですが、こちらの動画ではカニの複数飼育の成功例を紹介しておりますので、よかったら参考にしてみてください。あとカニは脱走が得意な生き物です。脱走には十分に注意してくださいね。さあカニが入って完成ですね。では最後は冒頭でお伝えしていたこのカニたちをどれくらいの室温の部屋でどのように管理していたのかといった情報になるのですが、そのままでは30度を超えてしまうような夏場については27度前後にエアコンで調整した部屋に置いて 2,3 日おきに水替えをして普通に餌を与えながら飼育しておりました。そうです、サワガニは特に特殊な設備がなくても飼育することはできるんですね。とは言っても暑さや水質の悪化に弱い生き物ではありますので、そこは理解した上で意識して飼育管理してやるようにしてくださいね。まあね、同じ飼い方で必ずしも同じように生きるとは限りませんが、情報までにお役立ていただければと思います。はい、ということで今回は短時間で簡単にできる自然感あるサワガニのレイアウト水槽の立ち上げの様子をご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。これを手始めに土なども使ったもっと本格的な繁殖も狙えるようなレイアウト水槽に挑戦されるというのもありかと思いますよ。あとこんなおしゃれな容器もサワガニ水槽にしちゃおうかなと企んでおります。またそのうち動画でご紹介させていただくことになるかもですね。では今日はここまでとなります。何か不明な点や見たい動画があるといったリクエストなどもコメントいただければ可能な限りお返事もさせていただきますし、リクエストにもお答えさせていただきたいと思いますので、今後ともなおきパークチャンネルをよろしくお願いいたします。もしよかったらチャンネル登録、そしてグッドボタンも押していただけると次の動画作りの励みになるので嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。